校汚いよ。ああそうじゃなくって、麻布十番高校はアイドルのスリーライスを使ってるんですもん。これじゃ不公平です。公平です。代わりに私を使うべきです。何地味は。私はレイちゃんは学校が違うでしょ。バックルってればわかんないわよ。制服が違うだろ。じゃあ脱ぐわよ。見たかねえよ。なーによ。会場の皆さんはわかんないでしょうね。この状況ご説明します。ここは銀河テレビ夏休み特番全国対抗ドラマ合戦の収録中。ばっちゃん見とる。さあ次私映りいい。もう生じゃないのよ。私いじいてもあなたたちに応援する。頑張ってね。ありがとう。つまりでっち闇に迷っても君の手を離しはしない。こいつら真の闇など知らないくせに。気取ってないで早く次の仕事にかかりなさいよ。ついでに今日の夕飯の準備もね。はい、あと一言。放課後は早く帰れって言ったでしょ。先生、犯人捕まったんですか。まだ。怖いわよね。昨日は科学室で、一昨日は音楽室で、居残りの生徒が襲われたんでしょ。アミちゃん、控えに来るから待ってて。チビチビ、おいで、おいで。はいはい、気をつけて。何しに来たのよ。いや、何って、あの髪の毛が青い子は誘惑するんでしょ。あんたなんかできっこないでしょ。シビデバビデブ。誰がデブなのよ。高校偽装連続暴行事件だ。伊勢行こう。やった。意外とチャラかったわね。セーラー戦士だってこんな田舎の星の住人ですもんな。ねえ、まあ進化の度合いもたかが知れてるわね。ああ私が言うのもなんですが、あの子たちのおつむは恐る並み。特にあの日の霊って子、一人じゃ何にもできなくてに、ああいうのお猿の中のお猿、群れから離れた離れ猿っていうのね。私はお猿じゃない。何アニマメイツ。マジが良すぎんねあんたは。まあ、まず調子が先生、助けて、助けてください。何者なのあなたたち。あんたたちの味方じゃないってことだけは確かね。変身するよ。ダッパーイヤッカー。あんたバカね、変身させていいのよ。あ、そっか、変身してなきゃスターシード取れないんだ。ここはまとめて
してる。はい、復讐の炎にも自らが燃え立つような勢い。あんな怖いおばさま敵に回さなくてよかった。言っちゃってるよね。今思う存分やらせるがいい。我々の目的はただ一つ、セーラー戦士のスターシードを全てこの手中に収めること。ギャラクシア様、何かものすごいエネルギーが。これは感じる光の誕生。まさか火球。幾千ものスターシードを集めようと、あいつがいる限りこの銀河を完全に制圧することはかなわぬ。プリンセス火球。よいか、一刻も早くその輝きの目を摘み取るんだ。行け。言葉じゃなくて体で教えてあげる。あんたたち、そういうこと。先生も生徒も偽物ってわけ。こいつら強敵よ。やっちまえ。あ、やっちまえ。待て、こいつら死ね。死ね、危ない。お前たち借りを返しに来たよ。ふざけんな。ワールドシェイキング。逃げ足は早い。だらしかないぞ、ダークキングダム。これで全てのセーラー戦士が揃ったな。ギャラクシア様、本当に火球王妃を倒せばこの地球を我がダークキングダムに。くどいわね。そんな星あんたたちにくれてやるわよ。そんなことよりどうなってんの、そこの色男さん。クドキ作戦見事に陥落。こちらこそ連続暴行事件見事に失敗。あ、俺は、私が言うのもなんですが、今回の勝負は50歩100歩どっちもどっち、どんぐりのせい比べ。めくそ鼻。誰のせい。どうせどうせみんな私がしびれまみれぶ。お前たちに与えた猶予、いつまでもあると思うな。はい。何グズグズやってんのよ。この星のバカどもはしょうがないわね。何、騙したの。何のことにゃ。未来のプリンスが消えたということは、お前たちタクシーの仮面を殺したな。そんな。美しい地球を司るスターシード、タクシーの仮面さん、お前の名をつぶやきながら死んでいったぞ。危ない。セラム、返してほしくば力で奪い取ってみろ。死ね。おい、火球。仲間になるくらいなら死んだ方がマシよ。バーカ、死んじゃったらおしまいよ。だ、この命なんて惜しくない。プリンセスさえ守れれば。楽しんでから殺そうと思ったが、私を本気で怒らせたな。セラム、ギャラクシア様、とどめは私たちが。待て。何のつもりや。ギャラクシア様、お尋ねしたい。邪魔するつもり。雑魚に用はない。
ギャラクシア、私はあなたに利用されていただけなの。当たり前だ。お前たちなど私の使い捨て人形。分かっております。貴様、我らが追ってく。生意気な。ギャラクシアクライクス。ダーニャー。地球の生き物とは面白い種族だな。ギャラクシア様、助けて。それでも我がギャラクティカ帝国の戦士か。ダーニャー。